ミネセミネは、山口県山陽大野田市の朝駅から、山口県長戸市の長戸市駅に至る、西日本旅客鉄道、JR 西日本の鉄道路線、幹線である。山口県を南北に貫く、地域輸送路線であり、沿線には、秋吉台、周方道への玄関口峰市や、海上アルプスと呼ばれる大見島がある、長戸市などを控えている。かつては、 石灰石などの貨物輸送が多かったため、運賃設定上は幹線に指定された。広島支社の下関地域鉄道部が管轄する浅駅を除いて、全線を長戸鉄道部が管理している。車内路線図や駅掲示時刻表のシンボルで使用されているラインカラーは濃いピンク。二0十五年平成十七年三月十四日のダイヤ改正時点では、 旅客列車はすべて各駅に停車する普通列車で、1から2時間に1本程度運転されている。すべての列車が、朝駅長都市駅間の全区間で運行され、区間運転の列車は、特定日の昼に運行される、ミ発ハツ長都市駅1本のみとなっている。2015年3月13日までは、投稿日、月曜日、引く金曜日、学校長期休暇期間及び祝日は除くの朝に、 峰発長都市駅が運行されていた。約半数が、山陰本線、仙崎支線まで直通し、朝駅長都市駅、仙崎駅間を折り返し運転を行っている。保守工事のため、日中の上下2本の列車月に一度月曜日、週は、不定、2012年9月まで休日にあたる場合を、除く、奇数月の第4水曜日上下3本の列車だったに運休し、 バス代行となる。全列車において、車内生産型のワンマン運転を実施している。二往復、うち一本は、仙崎発のみが二両編成で、他は一両での運転である。かつては線内を運行する急行列車として、秋吉や三部が運行されていた、三重内は、三重駅と長という元駅に停車。いずれも山陰本線マスダ方面から、三重線、山陽本線を経て、 九州に至る車であるが、ミネを経由する列車、編成は1985年に廃止されている。急行、三部には、増田駅で山口線経由の編成と分割、あるいは、長都市駅で山陰本線経由の編成と分割後下関駅で、並結するいう、変わった運行形態のものがあった。そのため、実質的に、最大経路で運賃を計算できるように、 選択乗車の制度があった。なお、急行、三辺にグリーン車が連結されていたときは、三院本線業ではなく、峰線経由の編成が、グリーン車付きとなっていた。また、急行列車の運転終了後、北、長戸、浅駅長戸市駅東萩駅間、金込鈴港、浅駅長戸市駅、千崎駅間、萩、津和野号、浅駅長戸市駅、増田駅津和野駅間といった、 臨時快速列車も運転されていたが、いずれも運転が終了した。2015年3月28日より、NHK 大河ドラマ、花もゆ放送に合わせ、朝駅から長都市駅経由で、山陰本線に乗り入れ東萩駅までを結ぶ、臨時快速列車、幕末、維新号が、土日宿日に一本運転されている。2013年度までは、日本貨物鉄道、 JR 貨物による貨物列車も運行されていた。かつては、ミネ駅から宇部線宇部港駅との間で、石炭、石灰石運搬の専用貨物列車、DD51 系ディーゼル機関車牽員、貨車は、石炭車の石6000系、石8000系が昼夜を問わず多数運転された。特に、ミネ線南部の各駅が十分な有効調を持つ、行き違い施設を備えていることや、 松ヶ瀬、鴨の章の両信号上の存在は、この石灰石輸送前政治の設備増強に由来している部分が大きい。この貨物輸送が旅客輸送以上に収益をもたらしてきたため、当選は運賃設定上は感染とされた。しかし主たる顧客であった宇部高さんが自社の専用道路を開通させ、石灰石輸送をトラック輸送に移行させたのに伴い、 宇部港駅向けの石灰石列車は1998年、平成10年に廃止となった。近年まで運行されていた系統として、重安駅と宇部線宇部三崎駅との間で1日1往復運転される専用貨物列車が存在した。牽引機は DD51 系、手重系ディーゼル機関車、貨車は補機9500型で太平洋セメント、 重安工業所で生産される塊石灰石をセントラルガラスウベ工場へ輸送するものであった。これについては、保機9500系の老朽化に伴い2009年10月18日の運をもって廃止となった。このほか、峰駅と山陰本線、岡見駅との間を山陽本線、山口線経由で専用貨物列車、通称 オカミ貨物が1日1往復運転されていた。牽引機は DD51 系、貨車はすべてタキ1100系であった。これは、宇部鉱山イサセメント工場で生産される炭酸カルシウムと中国電力ミスミ発電所で発生するフライアッシュを相互に輸送するものでった。2013年7月の水害に伴う山口線の運休により、この列車は運行休止となり、 トラックによる代替輸送が行われた。さらに、同年10月に発生した三住発電所のトラブルなどの影響もあり、そのまま運行再開されることなく2013年度末をもってこの貨物列車は廃止となった。これをもって、ミネセにおける JR 貨物の第二子鉄道事業は2014年4月1日付で廃止となった。2010年。 平成22年7月12日から15日にかけて採用をの出し、ミネ市では激しい豪雨に見舞われ、ミネ線でも大きな被害を受けた。浅川の氾濫に伴い、湯の峠芸気圧駅間の第三浅川橋梁が流出したほか、別箇所でも路盤が流出したため、7月15日に全線不通になった。JR 西日本の佐々木隆社長は月日の 定例会見の席で、ミネの復旧のめどが立っていない旨を明らかにし、広島支社の杉木隆之支社長は28日の記者会見で、復旧には1年以上を要し、ミネ前全線を集中制御しているケーブルが断線したため、被害が比較的少なかった区間を含めた部分的な再開が難しいとの見解を示した。 全線で早期の運転再開の目処が立たなかったため、JR 西日本は7月21日からバス代行を開始した。バス代行による運行ルートは、当初は一部区間で並行する県道下野関、峰線が同時に被災したため、朝駅峰駅間は、峰線から離れた国道316号を直行し、途中駅を経由しなかった26日以降は、市が、 厚駅、峰駅間を結ぶ無料シャトルバスを、県道復旧まで運行が、県道の一部復旧に伴い8月7日から、県道経由、厚駅、白岡原駅、南大峰駅停車と、国道経由、湯の峠駅停車の2系統で運行された。2位関なり山口県知事は2010年、平成22年8月11日の記者会見での、質疑応答で、8月6日に、 西村渡副知事が JR 西日本本社に早期復旧の要望を行った際に、三ネ線は近年の利用状況から本来的には廃止をしたい路線と位置づけているというような指摘が JR 西日本の副社長からあったことを明らかにしており、早期復旧のために沿線の産業をの出し、ミネ市、長都市と共に利用促進対策を検討する場を設けることと共に、 朝側の災害復旧事業と連携して、峰線の復旧を JR と共に進める意向を表明している。これに対し JR 西日本広報部は、廃線はあり得ない。副知事との面会でもあくまで復旧が前提だったとコメントしている。その後の山口県と JR との調整で、山口県は JR の復旧対策を支援する観点に基づき、 河川管理上必要な河川回収事業費として2年全体で5億3000万円程度の予算措置を行うことを決め、初年度分として9月2回に補正予算として2億8000万円の予算案を計上し可決された。ミネセン復旧事業のスキームとしては、2004年の福井豪雨でアスワ川にかかる橋梁が被災し、国と県が 復旧事業費の一部を直接負担したこしび北線のケースと類似しており、JR の復旧工事費の一部を直接補填するのではなく、本来山口県が河川管理者として実施すべき事業の一部、稼働の広ぐ護岸の復旧及びかさ上げなどを山口県からの委託により、JR 西日本が一体的に施行し、協梁のグレードアップ分、三景間、 ガーダー橋から探検官、トラス橋への変更及び、河川改修費用相当分とて、当該箇所の全体事業費約6 6、約六億六七百七十三万円の、約四分の三億に及び、山口県が負担するものである。なお、その他の区間を含めた全線復旧に要する費用については、JR 西日本広島支社の小南正彦町が、総額で約、約十三億三 400万円かかる見通しを明らかにしており、協定分以外の6億6、700万円については、JR 西日本が全額負担する予定としている。復旧時期については、新山口県知事は、お入れませ。山口国体、2011年10月の前には、復旧をしてもらいたいとの希望を述べ、JR 西日本広島支社の小南次長は2010年12月の、 時点で当社都市も工事をなるべく短縮し全力を挙げて復旧工事に取り組みたいと強調する一方で全線復旧の時期についてはまだ申し上げられる状況にないと述べていた二0 1 1年二月末の時点では広島支社の杉木社長が前年秋に仮設道路が四改流されたことを明らかにし天候が順調に推移するなど理想的な状況が続けば間に合う可能性は ゼロではないが、それはありえないし自信がない。通常、災害発生から復旧まで3年かかるところを1年余りでやろうとしていることを山口県にもご理解いただきたいと述べ、国体までの復旧が難しいことを示唆していたが、同年9月26日始発より全線で運転を再開した。すべて機動車で運転されている。かつて運行されていた貨物列車は、 ディーゼル機関車牽引で運転されていた。朝駅南大峰駅、大峰駅間は、大峰タンデムから産出される石炭を運ぶために、山陽鉄道が1905年、明治38年に開業した。翌年国有化され、大峰線となった。南大峰駅、茂安駅間は、峰京弁鉄道により1916年、大正5年に開業した。 後に国有化され、ミネ便線となり、軽便鉄道法の廃止に伴い1922年、大正11年に、軽便線の故障が廃止され、ミネ線になった。重安駅長都市駅間は、国鉄線として延伸された区間である。正明市、現在の長都市駅までは1924年に、開通した。その後、ミネ線として、東は、多郷駅、西は、 阿川駅、北は、千崎駅まで延伸されるが、1933年、昭和8年に、正明市駅から先は、山陰本線に編入された。なお、峰線の表記となったのは、1963年、昭和38年のことである。峰線に編入後、大峰支線と呼ばれていた南大峰、大峰間は、1997年、平成9年に廃止された。 以下の駅員以外は無人駅である前線山口県三重市に所在。南大峰駅構内も含め大峰市線の列車同士の交換不可。廃止区間のものを除く。内は浅い危機点の営業記録を楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。